Good morning. Good morning. 久しぶりのアーシャ撮影でございます。Yeah. ヘアメイクが終わって、今各自で向かってますけど。そうだね。ちょうど暗くなりましたか。トンネルに入っちゃった。タイミング。タイミング。今日多分結構暗めらしいから部屋が。そうだ。暗いの？なんか暗めっていう風に聞いてます。マジか。楽しんでいきましょう。楽しんでいきましょう。OMG 撮影場所着きました。はい。約半年ぶりのアーシャでございます。まああの撮影といってもね、うん、MV じゃなくてあのスチール撮影なんで、うん、今回はあのジャケシャンなのかなこれは。どうですか意気込みは。いやまずもう着替えたところから。よしよし。じゃあ衣装着替えます。で、違ったせいで。先はヒロシ君だけ行っちゃったから。せーの。よいしょ、厚屋 Vlog ということで絶賛もぐもぐタイムです。なんか初めて俺は来たから厚屋ロケ入ったみたいな。うん、初めて来たからさ、あ、こういうテイストなんだって。なんていうの、中華。うん、やっぱセブンって言ったら春巻きでしょ。ほんでもって俺の衣装はこれ。どう？はい、ババーン。パリピ感あるよね。トキもいい感じにギャルめに仕上がってるよ。本当に。うん。ちょっとプリクラ撮ってきます。いってらっしゃい。あいつは高円寺に撮りに行きます。ジジイのプリクラ。いいよ、これでいい。助けに行きますよ。改めてメイク中です。もうちょっとベロ出してる。あ、でもかっこいい。引き上げたら、ね、ちょっと落としたね。これちょっと持ち上げて。あ、いいですね、このナンバー。ワンパターン目、ヒロシ終わりました。なんか最初ここ着いた時、東京のアーシャの撮影した場所にちょっと似てるなと思ったけど、2年前、3年前とまたあの僕の顔つきも変わってるんで、その表情にも注目して見てもらいたいと思います。まだすごいすごい。すごいな。おお、かっこいいかっこいい。すごい。OK。 やって。これかっこいいな。これはこれでありか。うん、そう。ハツナはちょっとあれ。ハツナはなんかすごいね。穴見てんの。あー、くすぐたい。あー、かもしれない。かな。よし。ということで、アーシャの撮影、個人撮影終わりました。いや、多分今までの衣装で一番なんだろう、肌の露出が多いんじゃないかなと思いますし、このね、ノーネームの今回の衣装のトレンドじゃないですか。ちょっとエチエチな感じで、ちょっと大人になった僕を見てもらえたらいいなと思います。完成お楽しみ。多分わかりますね。これミスターインクレディブル。インクレディブル。
一番アクセスあるようにね、多分ひろし君が。そうだね、あれですよ、よかった僕もね。そうこれだってもともと確か携帯のあれでしょ、スマホ。あ、そうなの。うん、するやつでしょ、これ違うな。いいですね。ババン、個人カット終わって全体カット終わった撮っていきます。位置が均等すぎるから、ね、確かに床だったり、ね、床に一人置いた方がいいかもしれない。なるほど、うん、そうやな、めっちゃいいよ、うん、おねぎ DJ の無重でしょ。とらわれのとらわれの DJ っていうの。ということで、はい、もういいよね、締めて、うん、次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。